ジュディ・ジョンソンは1920から1930年代にアメリカ合衆国のニグロリーグで活躍していた野球選手。主なポジションは三塁種。メリーランド州、スノーヒル生まれ、右投げ右打ち。身長5フィート11インチ、体重150ポンドという細身の体格で、打ち気で口数の少ない選手だったという。 野球を始める前の第一次世界大戦中は、港安労働者として過ごしていた。1918年に野球を始めた頃、同じチームにいたジョン・ヘンリー・ロイドに、内野守備を含め様々な技術を教え込まれたという。1921年には、トップリーグの選手として活躍するようになり、1918年当初は、打率227程度だった打撃も、 所属していたヒルデール・デイジーズが初めてイースタンカラードリーグを制覇した1923年には391の打率を残すまでに成長していた。1924年には打率324の成績を残し、最初のニグロワールドシリーズでも16安打8打点の活躍をする。 以降ずっと3割以上の打率をコンスタントに残していたが、1926年8月に、東部へ支給を受け負傷。以後1929年シーズンまで、極度の打撃不振に陥った。ジョンソンの打撃が復活したのは、ホームステッドグレーズに移った1930年のことで、この年に打率。390を記録。その後1932年途中からは、 ピッツバーグクロフォーズでプレーする。当時のピッツバーグは、サチェル・ページやクール・パパベルラ多くの名選手を抱えるチームだったが、1935年に監督のオスカー・チャールストーンは、これらの選手の中からジョンソンをチームのキャプテンに指名する。これはジョンソンが特にプレッシャーのかかる重要な場面で優れた活躍をしたことが評価されたものである。 ジョンソンはこの年のニグロワールドシリーズで優勝を決める打点を放ち、チームをシリーズ制覇に導く活躍をしている。1937年まで現役選手を続け、引退後10年ほど経ってメジャーリーグがアフリカ系アメリカ人を受け入れるようになると、ジョンソンは1954年にフィラデルフィアアアスレチックスでアフリカ系アメリカ人として最初のコーチとなり、その後は アスレチックスのスカウトを務めていた。1973年に球界を引退。1975年にニグロリーグ特別委員会によりアメリカ野球伝道入りを果たす。1989年にデラウェア州で死去。ありがとうございます。